あ、これだけど。これが。これやな。ちっちゃいな。シートが、シートふかふか。ふかふかっす。何ですかこれは。これはちょっとモンキーですね。タンクは変わってます。タンクはゴリラ。ゴリラ。これこれもともと凍った時にこの状況です。え、何 cc って言ったっけ。これをね、今取ったのかな、80の88とか書いてあったんですけど、どうなんですかね。50多分変わってます。50で。ここもキャブレターも変わったよな、竹川、はい、ここ変わったんですね。でライトも変わっとって、ね、それも元々ない。これを変えました。あ、自分で。ちょっと日々撮ったんですよ。あ、ちょっと乗らせてもらっていい。乗ってください。乗りづらいと思います。意外といけるっす。意外といけるっす。乗りづらくないですか。乗りづらい。ちっちゃいし。乗りづらい。アクセルの遊びがごつい。そうですね。めっちゃ浮き上がらんな。そうなんですよ。あとクラッチ離してんのに半クラッチが長いね。まあ、ほらですね。そうですね。ワイヤーかな。多分もう。だいぶ年季が入っとるよね。そうですね。おー、すげーな。ありがとう。こんなちっちゃいバイク乗らんけん。おもろいけど。スタンドだけでセンサー内見。スタンド出しっぱなしで走ってまうんや。そうっす。はあ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 。これは気をつけない。そうっす。たまにちっちゃいものですよ。